セシル・ルイーズ・ステファニー・シャミナードはフランスの作曲家、ピアニスト。出版作品と演奏活動によって経済的に自立した最初の女性作曲家と言われる。とりわけヘピアノ曲、スカーフの踊りは世界的にヒットし、それを記念して1910年にはイギリスの香水会社によって彼女のプロフィールをつけた石鹸が発売された。同族の演者に 副社ギオーム・ジョゼフ・シャミナードがいる。パリのブルジョアジーの家庭に生まれる。母の手ほどきでピアノを始める。幼年期から作曲を試み、8歳の時いくつかの宗教曲をジョルジュビゼーに演奏して聴かせ、小さなモーツァルトと呼ばれて、可愛がられた。当時のパリ音楽院の作曲家は女性に対して公式な入学許可を与えていなかったため、個人教授でルクーペやサバール。 マルシックにピアノをバンジャマン・ゴダールに作曲を指示した。しかし、父親は彼女の音楽学習を容認しようとしなかった。18歳で最初の演奏会を行い、徐々に作曲家としての認知を受けるようになった。1879年に国民音楽協会の正会員に迎えられる。アンブロワーズ・トマは彼女を表して作曲する女性というより、 女性の作曲家と言うべきだと述べている。初期には、管弦楽曲やピアノ競争曲のほかオペラやバレエなども作曲したが、経済的自立を選んでからは、スカーフの踊りなどのピアノ曲や、銀の和感や、春が来たなどのサロン化曲を数多く手がける。そのほとんどが出版され、経済的にも大きな収入を得た。初期に、フランス国内で数度演奏旅行を行っていたが、 1892年にイギリスでデビューするとイギリスでその作品は人気を集めるようになる。1894年にはビクトリア女王に午前演奏を行う。その後はアメリカ合衆国からトルコまで演奏旅行を行い、1910年にピアノロールにも自作の録音を残した。英語は全く知らなかったが、特に イギリスやアメリカで成功するとこれらの国々に親近感を持つようになり、アメリカの女性作曲家の先駆者、エイミー・ビーチと文通を続けた。1901年に10歳年長のマルセイユの学府出版賞、ルイマチュー・カルボネルと結婚するが同居せず、年末に互いの住まいを行き来したため、偽装結婚なのではないかと噂された。カルボネルが1907年に没してからは、 再婚しようとしなかった。1908年に初めて訪米し、数え切れない数の崇拝者から熱烈な歓迎を受ける。ホワイトハウスでセオドア・ルーズベルトに午前演奏を行った。1913年に女性作曲家として初めてレジオンドヌール勲章を授与された。夫と母親を失ってから1910年を前後する4年間に、 高齢術やオカルトに熱中して音楽活動を帰りず、また1918年から菜食主義による無謀なダイエットが原因で骨粗傷症をきたして歩行困難となり、後に左足を失う結果となった。晩年は社会情勢の悪化に伴い、モンテカルロに隠居し、BC 政権により契約先のユダヤ系の出版社へノックが圧迫されると、 印税を当てにすることができなくなったと言われている。生前の成功にもかかわらず、没後の20世紀後半は長らく忘却に甘んじてきた。しかし1990年代にフルートと還元楽のためのコンチェルティーノ二丁丁がたびたび演奏、録音されるようになり、その後はピアノ曲も復活を遂げている。フランスの女性作曲家としては、ポーリーヌ・ビアルドやオーギュスタ・オルメスと、 同じく伝統的にサロン楽曲の作品を多く作曲したが、器楽曲や少ないながらもそなた形式を踏んだ作品をいくつか作曲した点で、当時としては異色の女性作曲家であった。オルメスと違って、還元楽曲やカンタータの大作を残していない。約100曲のピアノ曲は、そのほとんどがキャラクターピースであり、当時女性らしいとみなされた。 いくつかの特質が戦略的に強調されている。一方で、そのような音楽的趣味は、クープランのクラブ3曲からの影響を指摘する向きも、ある。ドビュッシーとほとんど同世代であったものの、その音楽にはあまり好感が持てないと言い,い、マスネーに傾倒していると述べた。しかし多くのピアノ曲は、彼女がむしろ、シャブリエとプーランクの間を取り持つ、作曲家であったことを示している。 ありがとうございます。